はいどうも、たらしおしご飯の時間ですよ。今日はね、今日これです。ダブルカレーです。こっちが稲葉のあのグリーンカレー缶詰のやつ。で、こっちがですね、これです。チキンカレー、ナイルさんのチキンカレーです。美味しそうです。いただきます。あ、そうだ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。これだ、これ。鼻かゆい。発売開始してます。発売を開始しております、ドラキュラの憂鬱、あのタタタ探検組合さんがお送りしてるやつですよ。遊びにぜひ遊びに行ってください。僕は出演いたしませんけれども、ぜひ遊びに行ってください。お願いします。木島と一緒に行こう企画を何日かやってます。まあ、いや、それ用のね動画やってますからね。それ見てください。木島と一緒に見に行こう企画。ナイルさんのカレー、これ辛味調整スパイスを。なんだもう全部入れてやるからちょっとずつ混ぜて食べようと思います。いただきます。さあグリーンからこれ好きなの、僕食べたことあるのこれ何回も。そうなのそう、美味しいね。これグリーンカレー好きですよ。グリーンカレー好き。ああ、うん、チキン油断してた。よく考えたらこれサラサラ系だからどんどん染み込むなと思って、先にこっちどんどん食べなきゃダメだよ。完全に混ざっちゃいますから。そういえばそうだったと思って温めて入れて気づきました。僕はそういうところが甘いんだね。爪というかうっかりしちゃう時がよくある。葉っぱも入っててね、これ缶詰とは思えない本格的ですよ、これ本当に。うん、な、本当美味しい。辛味もちょうどよくて。で、今日の飲み物これです。ありがとうございます。関東栃木レモン。これ僕これ飲んだことない、多分ね。小川さんからいただきました。ありがとうございます。いただきます。ちょっと飲んでからね。無果汁です。あ、いい香りしますね。いい香りするね。いい香りする。うんうんうん、確かに懐かしい味だこれ。欲しいね。レモン牛乳。あ、レモン牛乳って言うんだ、通称。あ、乳飲料だからね。これ辛いのといいね。辛いのといいです。染み込む前に、あっち側に全部行っちゃう前にグリーンから行くことにしてます。今日なんかおかしいのはね、あの順番というか、いつもと違いますよ。乗ってない片方から全部食べる。最初に舞台、自分が出ないっていう舞台のお知らせをする。変わったパターンになりました。あんま、でも本当このお知らせのについてはこの動画を公開する前にこのチケットですとか僕が出る出ないですとか企画の内容ですとかの動画を公開することにします。じゃないとわけわからなくなりますから。さあグリーンは全部行きました。ナイルさん行きます。これ本当ね、カレーだね。まずこの辛味スパイスのないところ、これだけでね。うんうん、あー美味しい。美味しいし、もう十分これ辛いよ。うんうん、あーいいね、いいね。汗出てきた、汗出てきた。辛くて美味しい。ちょっとこの辛味だけ、ちょっと辛味だけどんな感じなのかいきます。
うん、これ辛いわ、これ辛いわ。混ぜます。全体的に辛くします。いいね、いいね、うん、いい辛さだ。最高。辛いの好きです。でも決して得意ではありません。でも好きなんです。バクバクたくさんは食べれません。うん、あーいいね。この絵、あの配送で走ってる途中にナイルさんのレストラン通ったことあります。ん、配送でだったかな。目の前通ったことあります。かっこいいじゃん、建物。これちょっとしか映ってないですけどね、これでは分かんないよね。かっこいいですよ。ちょっと背が低いんです、その建物の。このこっちのレストラン、これ挟まれてる感じでちょっと低いんですけど、見た目もね、かっこいい。味も美味しい。うん、このこういうレトルトの、今初めてですけどね、お店には行ったことないですけど、いや今日これでよかった、ありがとうございます。あー、甘いのでよかった。うん、カレーが好きだ、カレーが好きだ僕は。でもこれよく考えたら、お店に食べに行ったらこれよりいっぱいあるんですかね、カレーのルーは。このレトルト大体 200g 前後ですけど、どこの、あ、どの、このどのレトルトカレーも。僕は最近いつもダブルカレーにしてますから、普通にお店に行って食べても、もうちょっと欲しいなっていう風になるんじゃないですか。そしたらそりゃダメだよ、そりゃダメだ。ダメじゃない、ダメじゃないか。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。